空の世界の喪失とは何か。それは単に人の子が空の世界から失われることじゃない。破壊の神、そして創生の神さえも再生不可能なほどに空の世界が毀損されること、それこそが僕が回避することを求められる喪失。母が亡くなったのはもう20年近く前のことだ。たちの悪い病で治療の方法はなかった。少なくともアウギュステには。ただ古くからある苦痛を鈍らせる薬のおかげで母の晩年は穏やかだった。たくさんの話をした。私の将来の話、父と母の出会いの話、生活の知恵、いろいろな冗談も。別れは辛く悲しいものだったけれど、涙をこぼすことで耐えることができたのはあの時間があったからだろう。お前最近ますますアルテミシアに似てきたな。そんなことを言う父の横顔が随分と年を取ったことに私は今さら気づく。気功師だった父が本当は母の治療法を探すために家を飛び出したかったことを知っている。私がいたからこそそれを選べず母の最期を共に見取ったことも。そうかな。割と周りからは父さんに似てると言われてばかりだよ。それはお前が俺と一緒に自警団なんぞやってるからじゃねえか。読書が好きだったりなんだり、外見だけじゃなく根っこのところがアルテミシアにだ。お前は父さんが言うならそうなのかもしれないな。なあアポロニア、何もアウギュステに骨をうずめるとこまで俺たちに似なくていいんだぜ。父さん、アルテミシアを亡くしたのはな、そりゃ寂しい、きっと一生寂しいだろうさ。だが娘にそれを心配させてそばに縛りつけとくってのはちげえだろう。父さん、私は留学して王女さんともチキになって、なのにわざわざアウギステへ戻ったのは俺のためだったろ。それは、でも私もこの島が好きだから出なければ戻らなかった。そりゃそうさ、俺ばっかりが理由だったとうぬぼれちゃいねえ。とはいえ理由の一つではあったろ。お前はな、賢いからこそアルテミシアが行ってからこっち気を使いすぎだ。なあ、お前が見たいもんがこのアウギュステの外にないと本気で言い切れるか。やり残したことが例えばエルステの王女さんのそばにあったりするんじゃねえのか。父さん、なんてな、
覚悟しなけりゃこんなこと言い出せねえんだ。確かに情けねえ親父だよ俺。そんなことない。父さんは私と母さんにとって自慢の父親だ。だから、多分私もいつまでも父さんに守られている子供じゃいけないな。守られててくれただけだろ。お前はどこにだって行けるし、何にだってなれるさ。何せ俺とアルテミシア自慢の一人娘なんだからな。なんだ、今日は酒がうまい日になりそうだ。付き合いな、アポロニア。彼女の母の終末医療に使われた技術は、死の痛みや恐怖を失わせることで、死に瀕しても暴れ回る兵士を生み出す。このまま可能性を演算し続ければ、この技術が原因の一つとなって、この演算世界は滅ぶ。白空戦争時代に生み出された技術が、いずれ死を恐れぬ代替を生み出し、魂の循環を壊していく。だから僕はこの場面に至ることがないよう世界に介入しなければならない。私たち傭兵はいわば意志ある駒です。雇い主の意向を実現するために考え、そして敵を排除する駒。依頼を受けた以上は仕事を全うする。それが仮に非道な結果を招くとしても、傭兵が雇い主を咎めることはない。依頼と報酬の釣り合いが取れている限り、雇い主の意向に従い、そうでないなら別の戦場へ行く。それだけ。他人の戦いに手を貸しはしますが、他人の事情にくちばしは差し挟まない。それが傭兵です。リャオ、除隊ってどういうこと？扱いとしては契約期間を短縮した上で満了したのでということになりますね。手続きとかの話じゃないわ。なぜここの軍を抜けようと思ったの？端的に言えば方針に納得がいかないからです。搭載級兵器の運用が視野に入っていると聞きました。それで十分でしょう。搭載級ですって、まさか。そう、白空戦争で空の民が作り上げた生贄を糧に星の民をも滅ぼすという忌まわしき超巨大兵器。その軌道のためだけに何人が生贄に捧げられたか考えたくもないような代物です。
ミラ、私たちには手の打ちようがありませんよ。けど今の私たちにできることなんて除隊の他にないんです。もしこの軍が搭載機を使えば、いやおうにも戦況は拡大するでしょう。空域をいくつも巻き込んだ戦いへと。私たちが何をするにせよ、それを待つしかない。その時には傭兵なんてちっぽけな存在はお役御免かもしれませんが。笑えないわね。私の任期はまだ残ってる。それが終わったら私も除隊するわ。資源の大水晶、かつて人々の童貞を憂いた方によって生み出された運命を占う偉大な石。資源の大水晶とそのかけらは祈りと組み合わさることで正しき道を示します。今日も大水晶が祀られた聖堂には、さまざまな形で道に迷う方たちが訪れます。かけらである紫水晶を使って、そんな人々のため占いをするのが僕の大切なお仕事です。孫のためにどうかどうか。大丈夫ですよおばあさん、紫水晶は正しき道を我々に示してくれます。お孫さんの亡くされたお人形の行方を紫水晶に問いかけてみましょう。ありがとうございます巫女様。孫がそれはもう泣いて泣いて見ていられなくて。さあ一緒に紫水晶へ手をかざして、ぬいぐるみの姿を思い浮かべてください。道は示されました。水辺の小屋、戸棚の裏側、はあ、そこはしばらく前に家族で遊びに行った場所です。そうですか、そんなところに。ありがとうございます巫女様。なんと感謝してよいか。すべては資源の大水晶のお力です。感謝でしたら大水晶へ捧げてください。ぬいぐるみ、汚れてしまいそうな場所に落としていなくてよかったですね。本当にそそっかしい子で。僕が占えるのはほんの些細な落とし物や迷子の行方、島の行く末を占うような大きな牧船はおじさまたち大神職様方のお役目です。でも小さなことの積み重ねが毎日を生きるということ、だから僕のお役目だって大切です。日々のお役目あってこそ資源の大水晶を中心としたこの生徒が賑やかな街であるのだから。偉大なる資源の大水晶、その輝きが空の世界に平和をもたらしてくれますように。そんな祈りを胸に、今日も僕は聖堂で占いを続けます。星の力に対抗するため生み出された技術、星の世界からもたらされた技術、
星の支配から逃れるために空の民は時に非人道的な研究を重ね、それらの技術を自らのものにしてきた。それまでに人の子が積み上げた犠牲や努力は計り知れず、そして敬意を払われるべきものだ。それらの技術は幸せと不幸をどちらも生み出し、ああ、けれどもそれを感化することが僕にはできない。それらは島々を赤き地平へと落とし、そして隔離用の存在たちが島々を犯す道しるべとなる。空の世界の喪失につながる可能性があるのなら、干渉して排除しなくちゃ。おじさま、こんばんは。まだパン残ってるかしら。おお、お嬢ちゃん、今日も来たのかい。さっき今日最後のパンが焼き上がったところだよ。はあ、よかった。あの人ったら、おじさまのパンがないとしょんぼりしちゃうんですもの。おやおや、嬉しいこと言ってくれるね。しかしあいつ、そんなこと言って嫁さんに暴いてんな。いいんです、お嫁に来た甲斐がありますものね。やれやれ、こっちがごちそうさまだな。さて、パンはいつもの組み合わせでいいのかい。ええ、バゲットを一つとロールパンを6つお願いします。はいよ、ドイツも焼きたてだ。冷めないうちに食べさせてやってくれ。ありがとうございます。ヒューマン、ハービン、エルーン、ドラフ、空の世界の四大種族、ヴァンパイア、クリスタリア、スバル、ワーウルフ、その他多種のアジン種。同じように星の民の支配を受け、同じように交わる歴史も可能性の中にはあった。でもそれは可能性に過ぎない。星の民の支配から逃れるために命を犠牲にする非人道的な研究が幾度も繰り返される中で、アジン種たちは星からも空からも利用され尽くした。そしてそれは空にとっては忌むべき記憶でもある。都合のいい技術が生まれなければ、都合のいい技術が使われ続けなければ、簡単に。誰もいないよね。外に遊びに行くだけなのにヘトヘトにならなきゃいけないの？
みんなもメドベキアで引きこもりしてないで遊びに行けばいいのに。バンビン様、急に大声出したらびっくりするでしょ。見つかっちゃった。こそこそとなさってどこへ行かれるおつもりなのですか。まさか人間の町へ。そうだよ、バンビーちゃんこんな島に閉じこもってるのうんざりだもん。いけません、メドベキアの掟が許しませんし、それに人間はヴァンパイアに危害を加えます。とても危険な存在なんです。本当に？本当です。私の祖母から聞いた人間のお話をお聞かせしますから、どうかお戻りください。わかったよ。今回は見つかっちゃったし戻ってあげる。はあ、よかった。バンピー様、メドベキアの外は本当に本当に危険なのです。どうか分かってください。白空戦争時代に生まれたいくつかの技術を排除することで様々な因果が露呈する。その中で四大種族とアジン種の壁を取り払うことが可能な技術も失われていく。きっとそれはとても不幸なことだ。それでも技術の封印を選ばなければ空の世界には甚大な被害が生まれる。度重なる可能性の演算の中で僕はそれを覗き見てきた。感化することは僕には許されない。僕は演算を繰り返す。世界の喪失を回避できる可能性を探して。積み重なる演算の中で白空戦争に参戦してみたこともある。空域の支配者として君臨してみたこともある。でも僕が大きく力を施し空の世界の流れを変えることはかえって喪失の可能性を高めた。だからアプローチを変えた。人々の中に混ざって噂を流したり、ほんの少し物流に手を加えたり。その中で白空戦争時代に空の民が非人道的な研究で生み出した技術への嫌悪が肥大化するよう促した。もともとあった忌避を増大させ、いけないものとして技術を封印させていったんだ。それでももちろんそれらの技術を捨てるわけにはいかないという強い意志を持った人の子もいた。彼ら彼女らは技術と同じように忌避され、人の子の社会から切り離され、こう呼ばれるようになった。
忌み嫌われるもの、呪われるべきもの、世界そのものから切り離されたもの、ジョルハ。ジョルハという言葉自体が風化して古いものになってしまうくらいの長い間、彼ら彼女らは排斥された。そうなった方が世界は延命の確率が上がる。少なくとも演算の結果としては。愛する妻と命を捧げるに足る職務を持つ片田舎の幸せな医師、私はどこかで幸福なまま妻と共に年老い、そしていつかは死んでいくのだと思っていた。あの日、あの研究所へと自らが連れ去られるまでは。研究所は地獄だった。妻と別れた私が嘆きを忘れるほどに、その施設は怨嗟と悲嘆に満ちていた。魔物や獣、果ては青少女までもが薬漬けにされ、終わりのない苦痛に耐えていた。異なる複数の生物をつなぎ合わせ生み出したキマイラを用いて青少獣をもほふること。それが狂気の研究の目的だった。私はそれを止めることこそが私の最後の役目だと考える。研究所で苦痛にあえぐ哀れな子たちを見捨てることなど私にはできない。愛する妻ともし二度と会えなくとも、ローズ、君を心から愛している。だからこそローズ、この道を選ぶ私こそが君の愛してくれた私の在り方だと私は信じる。いつか全てを解決して君のもとへ帰れる日が来ることを心から願っている。忌避され続けたジョルハがその中で技術に固執し、先鋭化して新たな不幸を生み出す。そんな出来事がいくつもあって、けれど空の世界の喪失につながらないのならば僕にとって意味はない。そう、意味などない。架空戦争終結までの空の世界の出来事は、僕が干渉しても概ね流れが変わることがない。それが僕が多くの可能性を演算して演算世界を覗き見ることで得られた
ほぼほぼ事実と言っていい情報だ。白空戦争直後に今度は空の民が内部構想からの世界崩壊を引き起こすなんてパターンもあったりしたけど、それは僕が介入して情報を操作すればなんとか回避できることが分かった。これもほぼほぼ事実。今現実世界は星の民が空の世界を観測し全空を掌握しようと動き始めたところくらい。さまざまな悲劇が起こることを知っていて、それを見過ごしながら僕は白空戦争が終わるまで可能性を演算して待つ。演算して演算世界を除いてどうやって介入すれば世界が喪失せずに済むかを考える。正直に言えば辛い。だって僕には人格がある。悲しい出来事を見たら悲しい、嬉しい出来事を見れば嬉しい。なんで人格なんかがあるかといえば、世界へ影響を与えることでくさびもまた世界から影響を受けるわけだけど、それだけが理由じゃない。破壊と再生のサイクルはくさびにもまた適用されるからだ。破壊と再生のサイクルに取り込まれ人格が発生したくさびは、その人格が滅びればまた新たな人格を得る。その人格が人の子に、空に生きる命に寛容である保証はない。だから僕が空の世界にある不幸の総量を減らしたいと思うなら、なるべく精神の疲労を避けるしかない。無理ゲーじゃない。僕は何度も何度も思い返す。得意点となるべきこと旅をした、すでに滅びた演算世界を。現実世界ではあの子と旅をすることなんてないのに。得意点にとってせめて少しでも空の世界が優しくあれと願いながら、僕は可能性を演算し続ける。世界の喪失を回避できる可能性を。さあ次はどんな介入を試してみよう。空の世界における魂の循環について多少僕でも干渉できるんだから、魔物の発生にも同様のはず。本当はこういうのは神隅の領分なんだけど、因果といえば因果だし、ひとまず一回やれるだけやってみよう。ひるまず進め。巣の魔物は全て切り捨てろ。ほっ。抵抗があろうとなかろうと、魔物であるならばそいつは悪だ。隊長、子供だろうと育てば人に害をなす。失礼しました。森に逃げた魔物も含め一匹たりとも逃すな。そう、一匹たりとも。
大人と子供の区別なくその全てを一掃する。この国から、この島から、叶うならばこの空の世界から。それが俺の悲願だ。あの日からずっと。ほんの少しの容量の良さで調子に乗った子供が度胸試しに森へ行って魔物に襲われる。よくある話だ。自業自得でもある。死んだのがその子供自身ではないということ以外は。あいつは泣き虫で優しいやつだった。ほんの少し年上であるだけの俺を信頼して森についてきて死んだ。魔物は人間を区別しない。大人も子供も等しく命を奪い食らう。ならば俺も全ての魔物の命を奪い人間を守る。死ね！殺して殺して殺し尽くして。そうしたところで俺の幼馴染が戻ってくることはない。あの日の俺の罪が許される日は来ない。そうだとしても。絶望！あかん、あかんですよ。これは魔物の数を増やせば犠牲者は増えるし、減らせば今度は人同士の争いが増えるってわけで。やるならやるでもっと局地的というか限定的というか繊細にコントロールしないと。がばいことすると空の世界に絶望が増えすぎる。絶望は隔離世の干渉を呼ぶんだよ。そして僕は隔離世の因果には対抗できても干渉できない。こういうことになるともう星の力に干渉できないのも大問題だよ。アーカーシャだのショロトルだのその他いろいろと因果を曲げようとする星の力が多すぎる。星の力そのものはどうにもならないけど、せめて得意点と快適する前の行き場くらいは干渉できないかな。特にアーカーシャ、封印自体は星の民がセットで残してるし、所在を移動させるくらいは。移動だけじゃ足りない。もうちょっとこう。最速でこの時期あたりからアーカー社の情報を抹消することができるようになるか。少しは得意点の旅も楽になるといいけど。バタフライエフェクトる気もするんだよな。エルステ王国メフォラ州、それが私の生まれ故郷だ。乾いた大地で生きていくために銃を手に獣を狩り日々をつなぐ。そうして生きていくのだと思っていた。全てが変わったのは王国が帝国へとその在り方を変えたからだった。
エルステ帝国は国土の拡大を望み、近隣の島々へと派兵を始めた。当然それまで仕えていた兵士だけでは人手は足りなくなり、領地からの徴兵が大々的に行われた。私もその一人。生きていくために獲物が獣や魔物ではなくなるのを受け入れざるを得なかった。おい、出たぞ、あいつだ。仰ぎ見た空に一つの人影。使いこなす者のほとんどいない飛翔の術をいとも簡単に操って、あいつが弓につがえた魔力の矢が一呼吸の間に雨のように降り注ぐ。だが狙いは正確ではない。あいつの目は鋭すぎて雪が反射する光に弱い。この島を守るため雇われたあいつに帝国軍は足止めを食らって長い。ある程度の弱点は看破できていた。飛行兵器展開。全部撃ち落としてあげる。あいつはよく見えるがゆえに目に頼りすぎる。だからこうして視界を奪い、今なら私は狙撃銃を構え、あいつへと銃弾を放つ。直前で体を反らし急所をずらしても弾丸そのものから逃れることはできない。動きの鈍るあいつに他の狙撃兵がいくつもの銃口を向け、そしてその瞬間に私を見ていた。痛みをこらえる手が弓を構え、そして大量の矢が放たれる。繰り返してもいつも新鮮に地獄。アーカーシャが帝国にもたらされないとっていうか、フリシアって子が使う状況にしないとダメっぽい。そこに至るまでの得意点やルリアの苦労を考えると、いやいやいやって感じだけど。あの子の苦労はできるだけ減らしてあげたいのに、なんでこううまくいかないかな。他のクサビたちだって遅かれ早かれ世界からのフィードバックを受けて人格を確立するんだよね。そうなった時に人に敵対的な人格を持ったりしちゃったらかなり危うい。現実的にそうなる前に僕が因果を演算してそうならないルートを見つけないと。ルートがふわりそうな不安定なところをまず確認して対処を探してみよう。
空の世界に後天的に発生した歪みを神竜の子たちの存在が補正してはくれてるけど、神竜の子たちだって人格がある以上ただのシステムではいられない。なるべくあの子たちには役目を放棄したりしないでもらいたいとこなんだけど、どうすればいいのかな。我が身の内にあるのはただ純粋な怒りだった。荒れ狂う憤怒の感情に押しつぶされる思考の中で、数百年前の約定、今まさに破られた約定を思う。300年に一度新たな器を作る際に、王家の者の魔力を得る代わりにアルスター島の魔物たちを鎮める。それが共に白空戦争を戦ったアイルスト王家始祖と交わした約定。人の子にとっては理となるはずのそれを、なぜ人の子は破棄しようというのか。300年を目前にして、我が前へ差し向けられた先兵を前にして、確かに疑問は我が身の内にあった。しかし魂を焼き尽くさんばかりの怒りの前に、疑問など今にも吹き飛ぼうとしている。自らの存在の根幹へとかの約定を取り込んだがゆえに、その否定は我自身の否定に等しい。我が我であること、空の世界を保つ神竜の一柱であることをも、もろともに否定することを人は知らぬ。その無知さえも怒りという名の炎にくべられる焚き木となるばかり。理性の声はあまりに小さい。憤怒の火星そのままに我は声を上げる。おのれ！おのれ！愚かなる人の子よ！その槍の一撃、愚かな命を持ってあがなんかい！金髪の人の子、我が核に傷を与えた者へ力の本流を放つ。人の子の身には余る魔力がその体を切り裂き、地へ叩きつけた。まだ息がある。うわっ！まだ息があるか。ならばその命、我が血を受け、我がドラゴニアンとして使い果たすがいい。さあ、我に続けドラゴニアンよ。約定を破りし渡すそのすべて、その槍にて滅ぼすのだ。島の魔物たちを鎮めていた我が力は
島に浸透したそのままに我の怒りを受けて転化していく。我の後にドラゴニアンと化した人の子が触発された魔物が続き、地鳴りを生みながら王国を踏み荒らす。国を落とし、島を落とし、我が命すらも食い尽くさねば、この怒りは止まらない。神竜との約定とは、神竜を狂わせるとは、こういうことなのだ。得意点のたどる旅路だって苦労の連続になる。いくら得意点だって言ったって楽しい旅をする権利くらいあるでしょう。最終的に王様として祭り上げられて苦労することになるとしても、せめてそれ以外はさ。楽しいことがあって、優しい友達がいて、そういう旅を僕なら送れるはず。一番いいルートをあの子に。さようなら、つまらぬものよ。私は何をしていた？何かに別れを告げた、そのはず。でも何に別れを告げたのか、それが思い出せない。道場に生まれた娘として武芸百般を身につけ、何かをなそうとしていたはず。そのためにこの妖刀を手にして、そう、妖刀、刀を使うのだから何かを切るつもりだったはず。切る、そう、切る。鞘に収めた刀の使い、指を滑らせる。頭にかかるもやのような問いかけが去り、心が冴える。切ればいい。切って、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 全てを切り捨てれば、いつか望んだ何かもまた切り捨てることができているはず。すべて。あんた何を。切る。
あーでこうで、うーでパーで。ルートが、いい感じのルートが確定しない。リンゴ一個転がってっても、そのうち大事故につながるわけだから。これ現実世界での白空戦争終結までにいい感じの干渉場面とルート発見するの無理ってわ。いや、いや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 、それでも少しはマシになってる。ランスロット君には住んでる村でそれとなく魔物が危ないよって噂を流しておいたら大丈夫だし。ネハン君は、うん、多分だけど、他の断ったルートでは金薬に他の向き合い方してたし。一旦ひとまず演算を続けて、崩壊の可能性があるかどうかを確認した方が良さそうかな。とにかくやれるだけやってみよう。今のところ一番いいルートを再現して。はい、これどうぞ。君の落とし物でしょ。あ、ありがとうお姉さん。もう夕方だよ。お家に帰った方がいいよ。今のでフラグ立ったから、次は。くさびが人格を得た。ちょっと待て、計算より早くない？ウクシュシオイエスエーテルスオウウタ。ちょい待ち、ちょい待ち、ちょい待ち。しないとなんだから、痛いことさせないでよ。聞く、因果と時の流れを定めるくさび、オロロジャイアちゃんです。君、六竜が一柱、白竜ラディスでしょ。ラディス、我が名はラディス。光を司る六竜の一橋。空の世界からのフィードバックで人格を得るに至ったんだね。おめでとうと言いたいとこだけど。ラディス、目覚めるなりいきなり浄化の力を解き放ってどしたん。そんなことしたら島が消えるどころか、元素が大混乱を起こして空の世界がヤバーだけれども。汚濁に満ちた空を浄化せんとするは我が役割。何故貴君がそれに否を唱える。何故って、たとえ元素の混乱が起これど、いずれいずこかにて調和は取れる。問題はあるまい。
いやいやいや、問題終わりでしょ。だって、くさびの中でも得意であるゆえか、しく思考に偏りが見られる。ちょっとその言い草は聞き捨てなりませんけど。ならば問おう、我が同格存在たちに。カリン、ブレッツァレク、シリュードルベイ。うすうす、ヒリウィリヌス、黒龍、イーヴィン、そしてマダルッコシ、我風流イルシアスが告げようぞ。愚かなるジーン、審判の時は来たれる。